梅村綾は、北海道苫小牧市出身の卓球選手。耳が不自由であった兄の梅村雅樹が卓球をしていたので、一緒に卓球を習い始める。中学校から北広島市に移住。北広島市立紅葉を中学校から、富田女子高等学校へと転校し、その後16銀行に就職、1996年に日本生命保険へと移籍する。 2001年には ITTF プロツアーブラジルオープン女子シングルスで優勝し2001年2002年の全日本卓球選手権女子シングルスで連続優勝を達成2004年の世界選手権同派大会女子団体では当時世界ランキング1位の超異例に勝つなどの活躍で3位入賞の立役者となるアテネオ,オリンピックでオリンピック初出場を果たしシングルスでは ベスト16、藤沼愛とのダブルスではベスト8となった。2006年、卓球ブンデスリーガにて2005年からは、ドイツブンデスリーガのラングバイトに所属、また文化、シアッターに移籍し、プロ活動を行っている。2005、2006年シーズンでは、ラングバイドのエースとして、チームのブンデスリーガ女子一部優勝、ヨーロッパチャンピオンズリーグ準優勝に大きく、貢献した。二千六 2007年シーズンにおいても、ブンデスリーガ女子一部で優勝を果たす。2007、2008年シーズンは、イタリアのサンドナテッセに所属。2008、2009年シーズンは、ドイツのホルスター・ハウゼンに所属する。もともとは、バック表ソフトの異質攻撃型だったが、日本生命に所属していた時に、両面裏ソフトに変更。日本の女子選手で数少ないパワーのある。 ドライブ攻撃を放つことができる選手であり、特に一発で抜き去るバックハンドは威力がある。ありがとうございます。